生春巻きも食べたい。おっちゃんのエース。あ、sorry。Thank you. はい。はい、この土産でございます。ありがとう。美味しいね。はーい。揚げ春巻きちょっと待ってください。はーい。ありがとう。めっちゃめっちゃ関西っぽい。初めてここで日本語を聞いた。あ、そうなの？うん。多分ね、あの人だけだ。いや、いい笑顔してましたよ。豚肉もいる。食べ方を教えてください。包むんだけど、草のサイズによってうまく包めない。もやしとエビと卵と、あ、いいね。ちっちゃいので一回やろう。うわ、うまそう。あ、ごめん。失礼。これを巻いて、これをつけて食べる。うまい。ペロリと食べちゃう。おばちゃんが一人食べてるの、一人で全部いけるのも分かるわ。がっつり食うなら、多分一人で全然いけるね、これ。思ったより脂っこくないし。なんかでも、エビチリソースが欲しくなる。あ、確かに。昨日の料理と比べたら全然。あれも残りの汁だみたい。あ、つい。ただ料理のピンバー。マスターワークだ。豚肉も入ってる。豚肉も入ってる。このままもいいかな。これ通路めんどくさくなっていつもつまないんで、これで一緒に食べる。だよね、だよね。同じことない。うまく掴めないし。やばいな、すごいな。おいしすぎる。
揚げ春巻きはビールが進むやつばっかり。ベトナム人は結構ビール飲んでる。うん、もうそうだ。確かにそうだ、そうだ、そうだ。家の近くのワイン、ワイン店の店はある？うちの近くにはあんまりなくて、いくつか他にもお店あるんだけど、で、なんか食べ比べたけど、ここが一番ボリューミーで、うん、一番うまい。それまたレンつけた方がいい。あ、動画にしてる。美味しかったです。はい、ありがとうございます。ここのお店の名前は何ですか？あー、イッチーです。イッチー？イッチー？イッチー？イッチーです。名前、お名前はイッチーさん。はい、バインセオのお店の名前は何ですか？はい、あー、名前は前バインセオラだけ。バインセオ、バインセオ、有名なバインセオラ。バインセオ、毎日は、外国人ちょっと多いね。あ、ちょっと多い。日本人はちょっと多いね。ベトナムの人も多い。あ、ベトナムも多い。ベトナムも多い。これも美味しかったです。はい、ベトナム揚げ春巻きね。めっちゃ美味しい。バインセオも。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また来ます。あ、キープ。あ、オッケー。オッケー。風。I keep money. 55万いくら？55万2000。55万2000。Very good. Thank you. Thank you so much. ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。Thank you. Bye bye.